うも、レウンゲーム TV です。今日はアップデートで追加された待望の新アイテム、タピオカドリンクに隠れた小ネタを集めてみました。タピオカドリンクは今回のアップデで遊べるようになった花火大会の景品としてもらえますが、もらった時の爪吉のセリフをよく見ると、もう小ネタの振りにしか見えない。というわけで、恒例のツタンカーメンで転ぶとどうなるのか検証。大量のタピオカが豪快に弾け飛んだ。こぼれた音もしっかり再現されているという飲み物アイテム史上最大級のこだわりっぷり。細かすぎる。ちなみに今回追加されたタピオカドリンクは先ほどのミルクティーだけではなく、いちご、マンゴー、抹茶、コーヒーと他にも4種類の味が存在しています。そこで他の味で転んだ場合、弾け飛んだ時の色も変わるのか。まずはいちご、マンゴー、抹茶、コーヒー、ちゃんと5種類ともこぼれた時の色が違っている。作り込みがすごい。ではタピオカドリンクを持ちながら蜂に2回刺されて倒れた場合はどうなるのか。ちゃんとこぼれた。さすが期待を裏切らない。ちなみにこのタピオカドリンク、実際に飲んでみると、フルーツを1回食べた時と同じ状態になるという、今までの飲み物アイテムにはない画期的な新要素が。さらに何度も飲み続けると、3回目で全て飲み干し、主人公が「プハー」的なリアクションをする。実際に飲めるものの3回でなくなるという貴重なアイテムになっているのでご注意ください。ではマスクをつけたままタピオカドリンクを飲むことはできるのか。マスクに突き刺して飲んだ。斬新すぎる。では転ぶ以外の方法でタピオカドリンクをこぼすことはできるのかも一応検証。無理。以上、タピオカドリンクの細かすぎる小ネタ集でした。